服以外、うん、おみくじ引いた。どうだった？おみくじ何だったっけ？末吉だっけ？おお、末吉か。何だったっけ？忘れちゃった。運気はどうでしたか？何がいいんですか今年は？今年は別に旅行行っても大丈夫って。旅行行っても大丈夫。うん。旅行行ってはダメみたいなのあるんだやっぱ。じゃあ。あんまりなんかそう、なんか旅立ち悪しとかそんなあるけど。なるほどね。ね。なんかどっか行ってましたもんね、かぼちゃん。そうだね。旅みたいな。そう、旅はちょくちょく行くよ。旅ちょくちょく行くの？あ、そんな行かないけど、ね、そんな行かないけど。ね、ちょっと仕事が休めたんで、行ってきて。うん、どこ行ったんですか？まあ、ね、日本じゃないけど。日本じゃないの？うん。何しに行ってきたの？自分探し？自分探しと、あれだね、美味しいもの食べに。あ、美味しいもの食べに。何食ったの？うん、何食ったの？ハンバーガーと。ハンバーガー。それどこ行ったの？ハワイ。ハワイか。ハンバーガーだね、じゃあ。めっちゃうまいとこがあんの、本当に。いいな、おい。うん。ちょっと、土産とかは？土産は、全部食べちゃったけど。え？まあ、そんなことだと思いましたよ。お土産代くれれば買ってきて。お土産代って、お土産代請求されたのは初めてです。お土産代でくれれば買ってきたよ。お土産に何かお土産代とか、え、お土産なのってそれって思うけど。お土産でしょ。お土産で、これログホルダー、これですわ。あ、いいね、それ、うん、それいいじゃん。これで10個ほど置けるんで。そうだね。じゃあ、これ活用していただきたい。じゃあまたあれだな、その辺爆弾置ける？爆弾投げていい？いいよ。あ、どんどん投げよう。うん、どんどん投げとこう。はい。どんどん投げとこう。あ、早いわ。これでね、建築圧倒的に、早くなると思うんで。さあ、その分だけで地面完成するかな？この地面とドア。どうでしょうか？やってみなきゃわからないな、そういうのはな。ここにも私も爆弾を設置して、よいしょ。うん。いや、早いわ。で、無限増殖を味わってた我々にとってはね、やっぱちょっと生ぬるいところで生きてたからね。うん、ずいぶん甘えてたよ、あれに。甘えてたな。無限増殖を丸太で増やすっていう、ね、やり方でね、慣れてたからね、あの時、うん。ちょっとずるいけどね、あれは。まあね。海外のフォレスターたちがね、何を作ってんのかちょっと動画で検索してたんだよね。うん、うん、そしたらね、あの、なんかチートとかね、モッドとか実は存在するらしくて、うん、なんかすごかったよね。あの、家をそのポンって設計図置いただけでパキーンシャギーで完成するっていうやつがあったよね。結構、うん、さすがにそこまで行くとね、ゲームの魅力が失われるという感じではありますけど。よし。ただね、あの、ほら、マインクラフトでも、こう、フリーで作るやつあるじゃないですか。うん。クリエイティブモードかな。だから、まあまあ、そういう位置づけとして考えると、まあいいと思うんですけど、やっぱ公式がね、用意してほしいとこですよね。うん。そういう、なんか、ちゃんとした。モードをね。うん。丸太がいくらでもこう使い放題みたいな、ね、あってくれると、なんかこう建築だけを楽しむ人とかも、こうプレイヤーの幅が広がると思いますね。そうね、うん、ぜひともね、その辺ね、検討していただけたらと。よいしょ。どう、地面の方はもうちょいかな、うん、まあ、これがだいぶだいぶ効いてきた。ある、うん、この丸太運ぶの。いいね、やっぱ2人だと早いな、俺。そうですね。最近1人でずっとやってるから。うん、2人の力はね、早いですわ。ね、大変でしょ、1人は。1人早い、大変よ。喋、うん、ることもさ、大変になってくるから。ねえ、喋ることないよ、私は。うん、私、よくこれパート160以上やってるだと思いますよ。うん、もう170近いですからね。ね、もうずっとやればいいよ。もう
うん、ちょっともうこうなったらね、私ね、製品版がまず発売するまでは確実にやりますしね、うん、あの製品版発売してからもね、フォレストと言ったらこの人って思われるぐらいのね、うん、ところまで行きたいなと思いますよ、うん、頑張って頑張りますわ、うん、なのでたびたびゲストの方でね、あんまりそっち行かんほうがいいで、爆弾だけだから、あ、そうだ、火をつけるの忘れてたわ、命拾いしたようだな、命拾いしたようだな、いや、そうだけどね、うん、まあ、だそんな言ってよ、だって投げたなら分かんないよ、行くぞ、投げるぞ、はいはいはい、オッケー、よし、あの辺全部ね、破壊されましたわ、これ足りそうな勢いだね、そうね、枝も同時に集めていこう、どれどれで正月らしいことは結局ハワイなんですか？いや、それ正月前、正月じゃないです、前ですね。ああ、なるほどね。全然関係ないね。正月、なんだろうな、うん、正月はなんかした、うん、何がした？らしいこと、私ね、そば食って餅を神棚に飾って雑煮と、うん、なんか汁粉みたいなの食ったかな、お手製の、それ以外はお自分で作ってますよ、お汁粉とか、まあ、そのぐらいは作んないとね。そうですよ、簡単なもん。いや、あの汁粉あれレトルトのやつですしね。レトルトのクソ、クソ甘いじゃん。そう、いやいや、まあまあまあ、でもほら、自分から小豆を洗ってどうこうってちょっと私にはちょっと難易度高いですわ。うん、まあベルさんなら大丈夫でしょ。あなたみたいに料理がね、うまいわけじゃないんでね。まあこんだけほらフォレストでいろいろ作ってんだから大丈夫だよ。いやいや、人間食ってますから人間、そう、人間も食ってるぐらいだから小豆なんて人間食ってますから、いや、小豆なんて、小豆をあの小豆と一緒にしないでもらいたいですけどね、人間を。あ、してくれてんのそれ。あ、あ、乗れてるやん。乗れてんの？何これ乗れてるやん、すげえな。え、うん、ありがとう。乗れてるやん、ほら。乗ってるよ、乗ってるよ。乗っていけんだね。面白いね。旅、これだから怪我した人運べるやん。運べるじゃん、それね、動けなくなった人運べる、ね。ちなみにこのソリにもね、うん、あの旗がついてて色をつけれますわ。あー、そうかそうか、分かりにくいもんね、うん、それね。そうそう、ピンクにしとくか。あー、ほんといろいろね、便利になってきてるんですよ。便利だね、よかったね、便利な世の中じゃなくてフォレストに、うん、便利なフォレストになってきてますね。乗ってきましたね、よかったね。ここも枝にしておいて、そうなんですよね、これ乗れるんですね。ということは原住民も乗せていけると、よ、あー、そういうことですか、いうことでしょう、うん、ね、うん、あ、これ乗せてください。で、この上にあなたも乗っていけばいいんじゃないですか、じゃあ、あ、どう、ほら、あー、乗って、乗ってて、お、押すのはダメなの、あ、あ、いいや、押していく、押していく感じでいけるやん、押していける感じでいけるやん、押してくれる、はいはいはい、こっち向いてていいじゃん、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 これこれいいじゃん、いい、あんま進んでないけどあんま進んでないの、これちょっと、これなんかいろいろもう切り株にね、当たっちゃってね、難易度が高くなってきてるから、明日は早いですわ、やっぱ楽しちゃいかんよ、そうだよ、うん、楽しちゃいかんよ、落としたら本当にいかん、甘えだよ、甘えですわ、ね、あんだけ丸太無限増殖しといて、そうだね、甘いですわ、やっぱ。よいしょ。もうちょいだね。もうちょいやね、これ。やっとやね。そうね。ただ今回ここまで、とりあえず。そうね。じゃあそこまでにしよっか。これ完成したら、じゃあ今回はそこで終わろうか。できると。うん。もうあと5本ほどですわ。あ、まだ5本。うん。5本ほど。じゃあベルさん押してあげようか、これ。あ、押してくれる？あれ？乗るよ、乗るよ。あ、乗れる？あ、乗った乗った乗った。それ海やで、海やで、それ 海やで、海やで。危ない。ちょっと待って、ちょっと待って。おい、やばい。ばーって。あのさ。あのものソリがね、おい、ソリが
一応 いけるか持ってくる、受け取ってくれ地上から、地上から受け取ってくれ、潜っちゃった今ね、そっち運んでるわ。あ、拾えそうですかね、拾えそうですかね、拾えるかな、息が合わない、拾えない。なんかね、地上の方までね、戻ったらね、いけると思う。大丈夫、これ、無理ちゃう、無理ですね、無理だね。いや、余計なことしちゃったよ、ブルさん乗せるとか言って、あれじゃない、やっぱ乗せたまま湖に引きずり落とそうとするからさ。見てなかったんだよ、それは。もうどんだけ殺人者なの。いやね、だって押すことだけ考えてたからね、うん、もう あれはもう使い物になんないですよ。いや、もういらないよ。もう一個一応作っとくけど、うん、ここにいずれ必要になるからね。そうね、じゃこれ手で切る。そうね、手で切ってこれ最後仕上げるという感じでしょう。こっちの手前のやつ切ろうかな、私。お腹が鳴っちゃった。あー、お腹がね、減ってる時期ですからね、これ。もう減りそうなところですからね、今。そういや、丸太がこう倒れて、それで建築物を破壊するっていうことはなくなったんでしょうか。あー、なんかね、わかんないね。なんかそれっぽいよね。うん、大丈夫っぽい。なんか前はこれでね、バキャンって壊れてたんですよね。難易度高すぎだろうと思ったんだけど、それ、うん、ね、それやめてほしいよね、壊れるのは、うん、それもうファンになったもんね。結構頑張った取り入れとかがね。あ、完成した。え、嘘、できた。やりました。あ、終わったか。ここはじゃあ、ここ戻しておこうかな。どうしよう。あ、まあまあ、どうせなんで、あの丸太を置くやつに置いといた方がセーブロードした後にちゃんと残ってるんで、ここに置いときますよ。じゃあよろしく。ここに作っておきますよ、この丸太置き場。枝15本ちょっと適当に、拾ってきてね。あ、完成したね、これね。うん、あっという間だ。あっという間だったね。ちょっと写真だけ撮って、でここの上にどうせなんで明かりをきちんと置いておけばそれっぽくなって光ってね。で普通の松明よりはドクロランプの方が、まあ、もう24時間点灯してるんでね、その方がいいと思いますね、うん、それにも枝とかが必要なので、あ、まあまあ、枝ね、枝に余裕があればこっちの方に回していただけたらなと思います。あ、いいよ、枝が切るわ。 OKOK、うん、だいぶいい感じになってきたな、これ。でちょいちょい鍋からね、樹液とか取った方がいい。え、ちょっと待って、どうしました、着替える。あ、下準備ね、あと3本だ。え、ちょっと待って、やもう人が取ってる。あと3本私こっちでだいぶ手に入れたから持っていこうか。はい、うん、あと3つで割ると置き場は OKOK、 今行きますわ、拾いながら行きますわ。これで完成するか。ここの鳥でね、上から入ってこれるか完璧ではないんだよね。そうだね、ちょっとガバガバ、ガバガバなんで、ガバガバセキュリティなんだよね、これ、よし、丸太置き場完成。あ、どうも。ここにバー全部置いといてセーブして今回終了すればいいんじゃないかな、うん、あ、丸太こんなところにもあったか。こんだけ、ね、もう向こう側には落ちてないかな。まあとりあえず動画はここで締める感じでいきましょうか。そうね、うん。いやー、次回ね、さらにこれ充実してきましたけどね、この充実したキャンプをね、さらに強化していきたいなと。でそれもあるんですが、住人ね、うん、住人も探すというのもね、新たな目標として、これ絶対楽しんでね、やっていけたらなと思いますね、うんうん、よし、最後ここであなた記念撮影しておこうか。はい、私の目の前でいてください。よし、いいじゃない、そこでいいよ。ああ、そんなわけで、ご視聴の方ありがとうございました、またどうぞよろしくお願いします。え、怖い怖い、何何するの、ね、いや、何もしてない、何もしてない、何もしてない、投げるんじゃないのそれ、違う、投げないチャンネル登録、私を何だと思って、PC のサイコパスだと思って、画面のアイコンから、違います、携帯機器でご覧の方は下のチャンネル登録ボタンの方からどうぞよろしくお願いいたします。
これも余ってんならやっといて。あ、そうだね。6本、6本あれば完成するんだ。値段まだないんだよね、さっき。うん。ここの写真もさ、撮っとけばサムネに使えるから。そうね、この辺も全部枝落ち。ベルさんとあれだな、同じサムネにしてもしょうがないもんな、私。まあ、工夫すればいいんじゃないかね。なんかいいサムネ。よいしょ。なんか最近サムネでさ、なんかあれだよね。うん。あの、頑張って私は。マジか。頑張ろうとしてるけど。頑張ろうとしてる。サムネだけで。サムネだけで頑張ろうとしてる。うん、なんか凝ってるよね、あなたのホールアウトのサムネ。うん、なんかね、サムネやる方が楽しくて。なるほどね。うん、いいことや。お、ランプできたで。あ、ありがとう、ありがとう。で、これ壁にもさ、実はランプつけれるんで。あ、やば。もう走れないんだ。壁にね、壁にドクロランプがつけれるから。ね、サムネ撮っとこうかな、じゃあ私も。うん、撮っといたら。朝にしたいけどな。そうだね、なんか 夜だから朝にしたい。朝できる、これ。あ、ホストがやんなダメなの。寝る、そこ寝れる？マルチでさ、できないじゃない、寝れないもん。一応なんかベッドっていうのが存在してんだけど。あ、そう。それとは別に。あれ、セーブもできない。え、その中で？待って、ちょっと丸太置いてきて。一応これベッドがあるから、これベッド中に入れとこうか、じゃあ。中にベッド作っといてるわ今。でも完成までなんかいろいろ鹿の皮とかが必要みたいな。あ、マジで。あれ、あ、2分の1って出た。あれ2分の1。あれ、寝るとなんか2分の1って出る。 あ、私も寝ればいいのか。そうだ、同時に寝れば朝になる。あ、いける。お、あー、なるほどね。マジか。いや、こんな仕様になったんやね。じゃあちょっとサムネだけ撮るとこかな。そうやね。ベッドロ。私石を持って。もう飲んでいっか。こっち見て。あ、オッケーオッケー。うん。オッケー。取って取ってて。